いや、坪尻駅に来ました。10人ぐらいの人がいましたけど、工事関係の人みたいですね。いやー、ちょっとどんよりしてます。かなり確か秘境駅のベストのベスト10に入ってます。7ぐらいですかねと記憶してますが、まだ止まってます。待合室です。比較的綺麗です。これなんか本もありますね。次の列車がこれなんですよね。16時50分、2時間です。2時間、まだ止まってますね。いやここで列車待ちですかね。トイレです。トイレ、トイレに入りたくない感じですね。これこちらなんか、雨が降ったみたいですね。ちょっと雫が、草に雫が。まだ止まってますね。あれやっぱりトンネルが見えますわ。やっと動きますね。やっと動きます。いや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 、大変なところに来てしまいました。誰もいません。坪尻秘境駅ベスト7ぐらいに入ってると思います。この駅から歩いて20分ぐらいのところに、おじいさんが住んでるってことで、その方だけが利用するって聞きました。ここから、ね、歩いて20分っていうのは、まあどの道行くのか分かりませんけどね。これやっぱりトンネルです。トンネルを抜けると秘境駅であった。生きてます、ここでも。この格言が、そこになんかテント張りが見えます。さっき10人ぐらいの方がおりましたけど、工事関係の人みたいでしたね。黄色い、ヘルメットかぶってましたから、ほとんど。大変なところに来ました。一っ子一人おりません。ここでの2時間待ち、行くの駅の3時間待ちに比べれば別にどってことはないんですけど、なんか秘境感がかなり漂いますね。行くの駅とは一味違います。とにかくご覧のような山奥、多
感がひんやりしてます。そんな寒くはないんですけど、ちょっとどんよりひんやり。いやいや、これは恐ろしい、恐ろしや恐ろしや。あのトンネルを抜けてずっと行って、でバックしてここに入って、また向こう側に行ったわけですね。現役のいわゆるスイッチバック駅です。これはすごいね、すごすぎます。さすが秘境駅、ベスト10に入ってるだけあって秘境感がかなり漂います。ということでトンネルを見ながら止めます。